俺は YouTuber のたかし。妻のあゆみと活動して早3年。俺たちは順風満帆だった。たかしさん、こっち向いてー。あゆみさんとの今後の活動について一言。結婚のご予定が近いのは本当ですか？あゆみ、改めて言うと恥ずかしいけど、これからもよろしくな。たかし、私、あなたと出会えてよかった。早く終わってくれー。おい、全然声入ってねえじゃんかよ。はあ、そっかい。すいません。でも、いただいた機材であの距離じゃ。お前、この仕事向いてないよ。いや、マジで。俺たちの仕事は食うか食われるか。なのに、こいつマジでダメだね。もういいです。こんな現場、二度とごめんだ。え？ヤグ切れも大概にしろよ。そもそも給料だって未納だし。お前金に見合った仕事してんの？その自信大したもんだよ。もういいです。あなた方とは金輪際関わらない。おいおい、もう8人目の辞職だぞ。さらに俺たち金もないぞ。インフルエンサー100銭の給料？そんなものはキャバクラと高級風俗で全部溶けてる。たかし、金やばい。バッグローンで買ったけどどうしようか。ああ？バッグってこの間買ったばっかりじゃんか。あれマジでゴミ。川に捨てたわ。え？おめえあれ150万だぞ。それが何？分かった。一旦落ち着こう。じゃあ動画撮るか。何撮る？本当はインフルエンサー100選のインタビュー予定だったけど、あいつがゴミだったから急遽変更。で、何撮るの？ああいうやつを雇うからこんな目に遭うんだよな。これだからゆとりには困ったもんだ。そもそも。だから、何撮るの？お前、ちょっとはあんでも出したらどうなんだ？抱っこにおんぶはやめろよな。ああ？どっちが数字持ってんの？お前一人で100万再生いけんの？なあ、いけねえならさっさとあんくらい出せよ。冷静になるわ。確かにこいつの方がはるかに数字持ってる。こいつなしじゃ稼げないのは事実。雰囲気でも変えるか。テレビつけよう。そりゃ炎上しますよ。こういうセカンドパートナーとか私は大嫌いなんだよ。お互いの同意であればいいのでは？あのね君、この某 YouTuber 夫妻がなんだか知らないけど、セカンドパートナーって常軌を逸してるよ。常軌を逸したまでは言い過ぎじゃないですか？いやいや、 SNS が炎上してんでしょ。これって世論も賛同してるってことですよ。だいたいこういうおかしな連中が世間を。これだよ、あゆみ。なになに？わかんないわかんない。炎上だよ、炎上。再生数を上げるのに炎上を利用しようぜ。炎上？そうだよ。あえて不謹慎な発言をして世間からの非難を受けるの。それで怒ったバカどもが俺たちの動画を見るってわけ。よくわかんないけど、いいんじゃない？それでお金増えるんでしょ？よし、やるぞ、炎上。どうせ炎上するならひどい内容にしないと。どうする？喧嘩でもする？いや、もっと聴衆を怒らせないと。じゃあ動物虐待する？ブリーダーの知り合いからあざのある犬でももらう？犬？あざ？しつけとでも称して犬を痛めつけたことにしたら？本当にするのは嫌でしょ？なるほど、確かに炎上するだろうね。よし、それでいこう。あゆみ、あざのある犬をもらってきてくれ。おーい。たかしとあゆみのたかおゆチャンネル。たかし、いつもありがとね。どうしたの？こっちもありがとう。日頃の感謝。インフルエンサー100選の時も一緒にいてくれて本当によかった。あゆみ、俺もだよ。お前のことが大好き。さて、今日はワンちゃんを紹介するよ。おい、俺のセリフ。あと脈絡。どう再生数。いつも通り、あんまり伸びない。そうか。でもいよいよだね。この犬ちょうどいい感じにあざあるし、多分わかんないよ。それで文章こんな感じでどう？いいんじゃない？よし、いよいよ炎上だ。俺の愛犬がお気に入りの高級革靴をボロボロにお仕置きします。それでどうだ。少しあざになっちゃったね。ごめんね。でもしつけだよ。これすごい高い靴べらなのにしつけに使っちゃった。反省しろよな。たかし、見て。どうした？俺寝てるのに。やばい、コメント止まらない。相当炎上してる。虐待以外の何者でもない。やめろや、マジで。何がしたいんだよ。こういうやつが日本をダメにする。警察、早く逮捕しろよ。精神破綻者は。おお、すごい。はいみ、動画の再生数どうなってる？すごい。いつもより一桁多い。やったね。これ家賃返済したらゲンネまで支払ってくるわ。前の暮らしに戻ってきたね。そうそう、新しいバッグ買うからよろ。いいよいいよ、あゆみなんでも分けたし、じゃんじゃん使っていい。一時はどうなるかと思ったけど一安心の俺たち。俺も今日は久しぶりにキャバクラ風俗三昧の予定、楽しみだよ。でももっと風俗行ってみたいね。海外キャバクラも興味あるし。そうだ、募金してもらえばいいんだよ。俺はある秘策を思いついた。それはクラウドファンディングを活用することで、 SNS では炎上動画をアップし、一方でクラファンでは動物虐待防止支援活動も行う。自分たちの悪事を別名で非難しつつ寄付を募るという方法だ。我ながら良い方法だと思う。これでどうだ。少しあざができちゃったね。ごめんね。でもしつけだよ。あれ、これマロンじゃない？あ、このあざ絶対そうだ。こいつ嘘ついてやがる。この子はマロン、私が育てました。これが私とマロンです。写真の通り、この子は生まれながらあざを持ってます。この男は嘘をついてます。こんなことするやつに動物を飼う資格はないです。やばい、バレたわ。あ、何？あざの件バレたわ。え、あ、どういう意味？ブリーダーが犬の写真投稿してる。大変だ。え？ YouTube を見るんだ。再生数はどうなってる？ 3 倍になってる。マジか、大儲けだ。俺たちは無敵だ。ここまで儲けることができるなんて、俺は天才だ。よし、今度は本当に虐待して炎上しよう。あれ、たかし変。何？あれチャンネルがない？え、なんで？コミュニティガイドラインに重大な違反？何これ？赤番だわ。え？収入源が全部なくなったわ。でもまだ SNS あんじゃん。諦めたらダメだよ。何か方法あるよ。あゆみ、そうだな、諦めたらダメだな。そうだよ。じゃあ早速 SNS で新しい事業を考えよう。ん？たかし、これ何？何？それ何？たかし、なんか隠してる？いや、隠してないよ。なんで？この虐待男、動物虐待防止クラファンの主催者だった件、次元をつえ。どういうことと思ったら、クラファンの写真に写り込むね。解析班をつえ。こんなすがすがしいクズいるんだな。え？私寄付したのよ。こんなの詐欺じゃん。寄付すんじゃなかった。たかし、あゆみ、あんた黙って何やってんだ。いや、俺なりに考えた方法だし。私になんで黙ってやった？どうせ風俗代でしょ。そんな、何を根拠に。黙ってやる理由がそれしかないからでしょ。バカは本当に困るわね。何を根拠にって言ってんだよ。これだから中卒は困るんだよ。中卒が何の関係あるの？ねえ、何なの？言ってみてよ。根拠もないことを平然で言うところだよ。はあ？どう見ても浮気してるだろう。うるせえな。たかしさんですね。え、何？たかしさん、詐欺の容疑で逮捕令状が出てます。心当たりはありますか？あ、いや。たかしさん、虚偽の動物愛護活動をしながら寄付を募りましたが、それは。お話は署で伺いましょう。いいですね。はい。あゆみさんですね。はい。旦那さんをお借りしますよ。大丈夫です。罪は償えば必ず消えますから。はい。あゆみさん。あんたはなんだよ。あゆみさん、出てってください。え？迷惑です。警察が来るなんてたまったもんじゃないです。いや、だってそんなこと言われても。あゆみさん、今回は慰謝料を請求されるパターンです。それを退去だけで終わるなんて大変ラッキーですよ。すいませんでした。出ていきます。あれから3年経った。結局、まゆみはマンションを追い出され、今はアパート暮らし。真和と中卒の彼女に世間は厳しいよ。じゃあどうしてるのかって？あゆみさんですね。某海賊王の指示に従い、受け子をしているようだな。受け子？何のことだかさっぱりだね。詳しくは署で聞こうか。汚え手で触んな、公僕。一人で歩けるよ。あゆみは終わりだ。受け入れてくれる環境があまりにもない。それで、俺だってもう終わりだよ。お前、俺の服、もっと綺麗に畳めないのか。すんません。ああ？すんませんってなんだよ。すみませんだろ？すみません。勘弁してください。お前、本当にイライラさせるよな。おい、次俺の布団きれいにしとけよ。髪の毛一本でも許さねえからね。